こんにちは。こんにちは。小原田康久です。小原田裕美です。イルカの時間です。会いましたね。ね。はい。さ、うん、家に今ね、梅の木がね。そう、枝がね。あ、枝な。あちこちに。あそこで、この間さ、イルカの畑行って、うん、で、その前にこう木切ったじゃん。うん、枝切ったじゃん。うん、そこでまださ、うん、切った枝からこう、まだつぼみがあるわけよ。うん。本当に、ね、つぼみっていうか、ちっちゃな、うん、目になり、なんか、咲きそうっていうようなね。ね。うん。それをさ、うん、持って帰ってきたのね。うん。で、花瓶に入れてある。そう。かこちゃんがね、あの日、みんなでこう、一斉にね、うん、なんだろう、剪定っていうの、うん、やった時、やったじゃん、その芽林、ちょっとお掃除っていうかさ、うん、やった時に、かこちゃんがさ、持ってったんだよね。うん。そしたら、綺麗な花が咲いてさ、早くに咲いてるな。そう、Facebook でアップしてくれて、うん。持って帰ればよかったなと思って、うん。で、このマネタとキヨが行ってきた時に、うん、持ってきてくれたんだよね。そうそうそう。うん。うん、やっぱりもう咲きそうだよね。ね、全部膨らんできたよね。うん。うん。うん、まあ、こういうのっていいよね。そうだね。うん、まあ、梅は2月、まあ、春をこうね、うん、なんか予感させてくれるっていうかさ。そうだね。ね、うん、なんかワクワクさせてくれるよね。うんうん、私いつもさ、川越に住んでた時に、小包みの時かな、うん、うちの札幌の父が2月の25が誕生日なわけ。ああ、そうか。で、プレゼントをさ、うん、宅急便で送るのに、うん、大和の、営業所がちょっと、県道かな、市道かな、あるんだけど、そこに車で走らせていくときに、途中ね、すごい梅の木が、綺麗なお庭があって、まあ、赤も白もどっちも咲くんだけど、だいたいいつも2月の25に間に合うように、2月の20日とか、あと21とかさ、22に大和に行くんだけど、いつもそこの前通るわけよ。その時に、ああ、まだ北海道はね、雪で、これから吹雪だなんだって心配しなくちゃいけないんだけど、ああ、東京はもうこうやって梅が咲くんだな、みたいな、まあ埼玉で来てそう思ったんだけどさ、そのくらいこう四季の、なんだろう、こう、折々、こう、違うんだよね、地方によってね。そうね、違うよね。うん。うん、まあ、だから、東京ではまあ、2月。うん。な。うん。で、次は桜にこう、行くわけだけどさ。そうね。まあ、そういったのはね、都会でもね、うん、あるわけだからさ、そういうところにさ、目が向くっていうのは。向くかどうかだよね。そう。うん。うん、だから、都会は自然がないったって、あるからね。うん。うん。うんうん、だから、そこにこう、意識を向けるか向けないかで、大きな違いで、生き方がね。かもしれない。豊かさっていうかさ、うん、毎日のな、うん。やっぱりね、自然から学ぶことってめちゃくちゃ多いわけでしょ。そうだね。なあ、うん。うん。だからほら、いつかいつのさ、イルカの畑、うん、やり始めてさ、畑やってるんですって言うと、うん、実は私もどこどこに畑を作ってもう何年も経ってますとか、うん、やってますとかっていう会話がこう出てくるようになったから、うん、やっぱそういうのが大事だと思う人はいるわけよ。そうだよな。もしかしたらわかんない。私たちがこういうことやっているから、うん、そういう人が集まってくるのかもしれないけども、うん、いるよね、確実にね。そうだよね。大事にしたいと思ってる人がね。そうだよね。うん。うん、だから割とさ、代々農家やってる人っていうのはさ、うん、ね、代々農家っていうのは、うん、割とね、こう、農業っていうのをさ、うん、まあ、邪険に扱うところあるよね。ネガティブに見てるところもあると思うよ、うん、そう。やっぱそれはご両親が苦労してるところとかさ、そうそう。大変なところ見てきてるからね。うん、そう。だから、その、やったことない人ね、うん、やったことない人はさ新鮮だしさ、うんうんうん、まあ、一生懸命やるっていう傾向にはある、うん、それは確かに、うん、そうで、初心者がさ、うんうん、さ一生懸命やってるのを見ながらね、うん、まあベテランっていうかさ、うんね、そういう人はなんかこう冷ややかに見てるという図式もあるのよかもしれないね。な、うん、でも、いつかいつの人優しいよ。初めてやってる私たちにさ、一生懸命さ、うん、農機具貸してくれたりさ、うん、こうした方がいい、あした方がいいとかさ、そうそうそう、これも植えてごらんとか、取れた大根くれたりとかさ、うん、本当にいつかいつの人いい人ばっかり。そうだよね。うん。だからそういう土壌があるわけよ、その。ああ、そう、ね。やっぱりね、そういうこう、うん、なんか新しいことをやろうとかさ、うんうん、なんかそういうこう、精神に対してね、うん、応援したいっていう何かのものがあそこにはあるような気がするんだよね。ああ、そうだね。いつかいつ憲法と、うん。そうそうそう、うん。そういうふうなところがあると思うよ。脈々とその精神がね、うん、来てるってことね。そう。だからね、まあ、いいんじゃない、そういう場所と縁があったっていう大きな話でさ、うん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 、それがまたね、このオリーブをね、うん、植えようというふうなことで今ちょっといろいろ勉強会に参加してんだけどね、うん、あれはねすごくいいと思うね、いわゆるね、大きなビジネスとしてね、うん、
やってやろうって言うんだとね、うん、それはもう難しいと思うけどね、うん、なんかまあみんなが楽しみながらさ、うんうん、それでいてさ、うん、やっぱり健康もあったりさ、うん、あとリブって平和とかさ、うん、ね、いろんなそういうこう人を集める木って言われてるんだよ。うん、うん、なんとなくいいじゃん、オリーブってこう響きもいいしさ、うんうんうんね、うん、だからそこに人が集まってきて何か一つのこの、うん、コミュニティが出来上がる、うん、そういう一つの象徴になるような木らしいのよ。うん、うん、だそういうこう物語性もあるからね。うん、うん、まあどの程度できるかわからないけれど、うん、実際に植えてみてね、うん、うん、葉っぱだよね、うん、そのオリーブのプロジェクトはさ、実じゃないからね、実を取ってオイルにしようっていう、うん、そういうことじゃないの、これ難しいんだって。やっぱり実を取るっていうのはね、うん、まあプロの技、うん、だから温度管理もそうだろうしさ、そういろいろ難しいらしいよ、うん、まあ気候ね、その土地の気候もあるしね、うん、だけど葉っぱはね、うん、俺はもう素人でできる、うんうん、それでいて葉っぱの方がそのポリフェノールとかね、うん、多いってやつ、ね、多いしね、うん、うん、いわゆる健康に対してはいいわけよ、うん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 、だからそういう面でね、うん、誰でもできるしさ、うん、あ、これは俺面白いなと思ったのね、うん、うん、だからでまたその、駒さんって言ってさ、うん、そのイーダーシップの人はさ、うん、70歳だけど、うん、もう20年ぐらい前からさ、資材を投げ打ってね、その高齢者っていうのを一つのテーマにして、うん、つまりもうこれから高齢化社会になっていく、うんね、例えば65で退職して、うん、じゃ あの90まで切ればさ、うん、大変だよ、25年あんだから。そうだ ね、じゃあその間ぼーっとしてるのって、年金だけもらって、ね、なあ、引っ越すのってことでしょ、そう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 、うんうん、そういう時代じゃないでしょって、うん、そうじゃなくて、うん、やっぱり生きがいも必要だしさ、うんうんうん、ね、それからお金も必要なわけだから、そうだね、ね、だから、うん、それ間違いない、うん、そうだから、なんかみんなさ100歳まで生きたいとか、うん、ね、うん、健康長寿とか言うけどさ、うん、だけど余計大変、生きれば生きるほど大変になる社会だから、うん、まあまあね、そうかもしれない、ね、そうでしょ、うん、それなりに生活費いるわけだからさ、うん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 、じゃそれどうするのって、うん、いうふうなことも含めてさ、うんうん、考えていかないとさ、うん、だから年金がさ、うん、ずっと入るか分かんないし、うん、ね、うん、どうなるか分かんない、うん、ね、そうするとやっぱり自分で多少自分の食い縁ぐらいでいいんだよ、うん、うん、稼いでさ、うん、それも楽しみながらよ、仲間だよね、うん、そう、一緒にやる仲間、一人で黙々とっていう、まあ一人で黙々がいい人はいいのよ、うん、でもやっぱり仲間を欲する人はさ、一緒にさ、うん、草取りしたりさ、そう、一緒に葉っぱ摘みしたりさ、そうそう、収穫できた乾杯ってやったりとかさ、うん、そういうことでしょ結局、そういうこと、そういう楽しみを持ちながらさ、うん、ね、そうするとやっぱりね、まあなんか悩みがあっても相談できたりするわけじゃん、そういう仲間作りって大事だと思うしね、うん、うん、でそれがさやっぱりなんか傷の舐め合いではさ、うんうん、ね、愚痴の言い合いとかさ、うんうん、そういうのではさ、うん、なんかつまんないしさ、うん、それよりもさ、うん、たとえ枯れてしまってもね、うん、なんで枯れたんだろうとかさ、うんうん、いや俺水やりすぎたかなとかさ、うん、ね、今度はしようとかね、そうそうそう、うん、そういうふうな会話の方がさ、うん、面白いや、うん、うん、だそういうあの集まりにつなげる一つのツールだよね、うんうんうん、だからさ例えばそれをさ、まあ、ビジネスにしようと思ったら、まあ、すごいね手間をかけることができるんだったら、うん、なんだよ観光農園みたいに開いてさ、うん、そう、それもできるよ ね、自分で観光農園のオーナーになってたくさんのお客さん呼んでみんなにオリーブ育てもらって、うん、その人が来れない時は私たちがこうやってみたいなね、そう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 、でオリーブの料理を振る舞ってさ、レストラン作って、そういうことな、ベーカリー作ってなんとか作ってっていうのが、うん、まあ、ビッグプロジェクトだよね、 それはもう可能なんだからさ、やりたい人はね、やりたい人はやればいいし、加工品が、うん、もうできるわけだからね、うん、うん、だその辺はもう本人のやる気とセンスだよな、そうかもしれないね、うん、うん、だからそうじゃなくてもいいって言うんならいくらでもできるわけでさ、うん、だから自分のこう関わりたいやり方、うん、ね、うん、に応じてやっていけばいいわけで、うん、うん、すごく俺は楽しいと思うんだよね、だってやっぱりこの人と一緒にやりたいっていうのが大事だと思うんだよね、うん、うん、私そうそうそう、この人と一緒に植えてワイワイやってみたいなっていうさ、そうそうそう、うん、そうだよね、うん、だからあんまり細かく乗る嫌いだしさ、うん、ね、言われるの嫌だしさ、うん、うんうん、そうじゃなくてもおおらかにさ、うん、うん、失敗しても笑ってられるようなそんな形でやりたいよね、そうだね、うん、まあこれもやっていきましょうよ、うん、楽しみ、そうね、大事なのはそれでなんていうの、収入上げようっていうよりもやっぱりそこでいい場を作っていくと、うん、
楽しい場を作っていくというふうなことが目的だからね。だからあのイルカの畑にオリーブが植わったらさ、すごい楽しいと思う。そうだな。うん。うん、いいんじゃない？そう。それはまあね、この、3月ぐらいやってたかな。うん。今からあの土作りしてくれって言われたからさ。あ、ほんと。よし、やってこう。そうだね。うん。はい。そういうことでどうもありがとうございました。ありがとうございました。